今私は上海マシーチャンの駅にいます。これは地下鉄1号線の駅ですね。ですね、 YouTube 見ていただいている方からですね、この近くで歯科医をされてた、歯科医として働いてたということで、この近くを撮影してほしいというリクエストがありましたので行きたいと思います。そうですね、ちょっと向こうサーカスのなんていうんですか、スタジアムみたいなのがあります。あれって雑技団になるんですかね、私ここでは見たことないんですけど、ちょっと行ってみたいと思います。その前にここの大きくこの緑の広告なんですけど、グワイズって書いた、これは中古車の会社ですね。ソフトバンクビジョンファンドが出資している会社ですね。一度この中古車のビデオも撮影行ったことがあります。あ、ちょうどこの道はイエンチャンジョンルーですね。さっきのあのソフトバンクの中古車も撮影行ったんですけど、その時すごい怒られましたね、ビデオ撮ってたらただ途中からソフトバンクグループのロゴ見せて、私たちは日本人で日本から来ました、ソフトバンクの株主ですって言ったら、すごい態度が変わって、なんか責任者みたいな人が出てきて丁寧に説明して、動画もどんどん撮ってくださいって言われましたね。ちょうどここの交差点がグァンジョンシールート、そう、ここはゴンハシンルート、グァンジョンシールーの交差点ですね。さっき間違えてました。そこがそのあれですね、サーカスの、これって脱技団の場所なんですよね多分。 ここで見たことないんで知らないんですけど、結構でかい道ですね。ここは向こうなんかマリオットホテルとかあります。この辺にでもそんな日本の歯医者さんっていうか、そういうのがあるんですね。全然知らなかったんですけど、ちょっとこのコメントでは、西の方へ行くとなんか病院があるって言ってたんで、西の方ってこっちですね。西の方、これ西、こっちですね。私の方へ行くと同済大学の歯科医院があります、とか言ってたけど、この上こっちに西の方ってなんかあるんかな。そもそもここって、これ何なんですかね。
がちょっと分かんないですよね。あ、そうか、ここも駅の地下鉄の出口があるんですね。ここ自体は何なんですか。公園ですよね、これ多分。夜だから閉まってるだけですよね、多分。西の方、こっちでも南なんですよね。南の方なんかな。この辺車では通ったことあるんですけど、降りて歩くのは初めてですね。ビルはまだ建設中ですか。そうですね、この一角まだ今作ってるところですね。ああ、そうか、城西大学の中の病院の歯科医院ってことですかね。ちょっと場所がよく分からなかったですけど、あっち行った方が良かったんかな。商業施設ですね。
でも城西大学の病院ってあそこになってますよね。西じゃなくて南だったらこれでいいと思うんですけどね。ちょっと向こう行ってみましょう。ちょっとその前に私ここでご飯食べますね。お腹空いてきましたいつもお腹空いてるんですけど、これ動画撮るとき。あんまり時間かけれないのでシャッと食べましょう。まあこのでかいショッピングモール何でもあるでしょう。とりあえず食べたんで歩きたいと思います。まあちょっとこの道とりあえず行ってみましょう。あ、ここですね。多分この病院のことだと思うんですけどね。どうですかね。ちょっと城西大学附属病院、ここのことだと思うんですけど、間違ってるんかな。あれですね、合ってると思うんですけどね。そこの周り行ってみましょうか。病院の入り口がどこにあるのかちょっとあれですね。私も中国で今まで3回ぐらい歯医者行ったことありますけど、なかなかこう歯医者さん探すのは難しいですね。まあ日本人の歯医者さんやってるところ何個かあるんですけど、結構高いんですよね。だからできるだけ日本帰った時に歯医者には行って検査してもらって、治せるとこは治してもらってます。ここですね、多分ここじゃないですかね。まあ、ただこれ私入れないですね、多分。入って撮影は多分無理ですね。行けんのかな。ちょっと知らん顔して行ってみましょう。なんか言われたら。お、行けましたね。入れました。ちょっとじゃあなんかぐるっと回ってみましょう。そのリクエストいただいた方は多分この中で仕事されてたと思うんで、まあああいう時入っていいかどうか聞かずに、あれですね、堂々と行けばいいですね。聞いたら何用事だって言われて、まだなんて答えようかなとかって思ってしまう。
堂々と行くっていう。広いですね、この敷地の中。救急車が止まってますね。なんかこんなこと言ったら怒られますけど、歯もなんかこうすごいコーティング技術とか殺菌技術できて、一回殺菌するともう10年ぐらい絶対虫歯にならないとか、コーティングすると一生もうこう歯が悪くならないとか、そういう技術あればいいですよね。あとこれ私の持論であってのかどうかわからないですけど、虫歯って結局人からうつると思うんですよね、あれ多分。全く生まれてどこからも虫歯菌が入らなければ虫歯にならないような気がするんですけど、間違ってますかねこの考え。ここの自転車置き場ちょっと暗いか。でもあ、結構敷地広いですねこれ。6号7号8号9号ビルありますね。国際診療部って書いてるから、あれですかね、日本人の歯医者の方だとここであれですかね、仕事されてるんですかね。あ、入っといてよかったですね。あるんかな。めっちゃでかい病院ですねこれ。ここは入り口で、こんな建物ですね。こっちも。まあそうか、でも誰でも多分入れるんですね、病院なので。結構広いですね。ここは、この病院は私初めて来ましたけど、あのジンヤンスーのあのファーシャンルーのとこにあるファーシャンイーウェンは行ったことあるんですけどね、ここは初めてですね。ここから出れるんか。緊急入り口みたいなこと書いてますけど、ここから外出れ、あ、あそこなんか門がありますね。
ここはあれですね、入院用の病棟みたいですね。ここから出れるみたいですね。こっちは上海市第10人民病院とか医院って書いてますね。2つの病院がこう併設されてるんですかね。まあ中国の病院って多分私そんないっぱい行ったことないけど大体こんな感じですね。とにかくでかいですね。その代わりなんかマッチン車みたいなんてあんまりないんですよね。歯医者とか美容整形はマッチン車みたいなのあるんですけど、うちの内科外科で個人でやってるってあんまりなんかないイメージなんですけど、どうなんですかね。もうここそれで次の駅ですね。ゲンチャンルの駅がもうここすぐ横なんですね。あのサーカスのとこから近かったですよ。新ルーとイエンチャンジョンルーの交差点ですね。今何時ぐらいですか。あのさっきのシーチャーすごい飲みたいんですけど、飲みに行こうかな。8時ですよね。これ1号線ってどこ行くんでしたっけ。今回ちょっとこの病院取っておきましょう。多分これ間違いないですね、ここで、多分間違いないって言葉おかしいですけど、おそらくここですね。この辺は結構まだこうローカルな感じですね。その方働いてた時はさっきのショッピングモールあったのかな。あったらいいですよね。あそこ結構食べるとこあるから。なかったらちょっと結構なかなか普段仕事の時食べるもの、中華料理得意だったらいいですけど、苦手だったらなかなかちょっと私みたいな感じだと厳しいかなって思います。とりあえずちょっと地下鉄乗っていきましょうか。この辺歩いてもいいけどあんまりよくわかんないですもんね。焼き芋売ってますね。今はいいですね。電車乗って持って帰らないといけない。この間焼き芋食べたのも、食べたっていうか買ったのも動画にしましたけど、あれ結構美味しかったですね。これここでみんな写真撮って微信でアップしてるんでしょうけど、すごいデータ量ですね、これ。なんかまっすぐ歩けないですもん。ここなんか一番多いですね。一番綺麗に見える場所かな、これ。
雨降ってくるとここ傘さしちゃうのちょっとしんどいなって感じですね。ただアクセサリーの店なんか作ってますね。なんか一番多いですね。一番綺麗に見える場所かなこれ。これでも多分外国からあの旅行に来れるようになったらですね、めっちゃ人増えると思いますね。今でさえこれですからね。これは中国の将棋4、5、6月と予想してるんですけど、この人見たら、この人たち見たら多分みんな消費してますよね。これどこにもデジタルな消費ですよね。インターネットに関してすごいと思いますね。